こんにちは、アンボーです。この動画では、初めてサトルボディヒーリングを受ける方に向けて、ヒーリングとは何かを説明して、効果的にセッションを受けていただけるようになっていただきたいと思います。ヒーリングと聞くと、悩み、苦しんでいる人のためのもの、悩みや苦しみをなくすもの、そんな風な印象を持っている人が多いと思います。まあそれはそれでね、間違いではありません。でも悩みや苦しみだけにフォーカスすると、ちょっとね、間違った方向に進んでしまって、逆にはまってしまうということもあります。ではここで提供しているサトルボディヒーリングの目的とは何かというとですね、それは本来の自分に戻るためのものです。そして本来の自分に戻りにつれて、悩みや苦しみ、問題といったものが解けて消えていくのです。つまり悩みや苦しみや問題というのは、本当の自分が傷や感情や間違った信じ込みといったエネルギーによって覆い隠された結果起こっているのです。そして悩みや苦しみや問題をなくそうとするのではなく、本当の自分を覆い隠している傷や感情や間違った信じ込みを癒して、本当の自分に戻っていくにつれて、悩みや問題、苦しみが解けて消えていくのです。これがサトルボディヒーリングで行っていることです。では、本当の自分とは何でしょうか。ここがとっても大事なポイントです。本当の自分。まあ通常ね、私たちは誰もが、誰かと会話するときにね、自分、私とかね、そういうことを普通に使っていると思います。でも、その言葉、自分とか私という言葉が示しているのは何を指しているでしょうか。ちょっと考えてみてください。通常私とか自分というふうにね、指さすとき何を指してますでしょうか。大抵はこの体だったりね、あるいは自分の考えだったり、あるいは名前だったり役職だったり、そういったものを指しているでしょう。しかし、そういったものはすべて本当の自分ではありません。本当の自分に属しているものであり、本当の自分ではありません。本当の自分とは、この体が生まれる前からあり、そしてこの体が死んだ後も変わらずあるものです。それを何かと言葉で示すとしたら、意識、気づき、光、あるいは魂、そういった言葉で表すことができます。まあここではね、意識、気づき、魂とか言ってもね、なんとなく捉えどころがないのでね、シンプルに光として説明していきたいと思います。なのでね、ちょっとね、目の前に、まあメロンぐらいの大きさの光の玉をイメージしてください。それが本当の自分です。この光の玉は、本当はですね、変幻自在なんです。無限なんです。その光は
宇宙そのものを包み込むこともできるし、自分のことを体だと思うとね、体の大きさになるし、自分のことを考えだと思うと考えになってしまいます。そのように無限であり変幻自在なものです。そして私たちはこの世界では一人では何もできない無力な赤ちゃんとして生まれます。赤ちゃんにとっては世話してくれる人がいないと飢え死にしたり凍死する、いつも命の危険にさらされています。ですから赤ちゃんは世話をしてくれる人に嫌われないように、気に入ってもらうように、一生懸命ね世話をしてくれる人の顔色を伺いながら生きるようになってしまいますね。泣いていて怒られたり何かこう不機嫌になる、そういうのを感じたら泣くのを我慢したりとか、成長するにつれていろんな感情が出てきます。そしてねそうすると、悲しみだけじゃなくて怒りとか不安とか恐怖とかいろんな感情を我慢して、そしていい子になろうとします。そうすることによって、お父さんとかお母さん、世話をしてくれる人にね、気に入られてね、ちゃんと世話してもらってすくすくと育つことができます。それはそれでね、成長する意識の段階としては必要なことです。そういうのがないとね、あまりにも奔放に育つと、このね社会の中で、生きていくのが難しくなってしまいますからね。そういうふうにいい子になろうとする、そしていい人になろうとするのは成長段階としては必要なことです。ただね、ちょっと問題もあります。それは何かというと、いい子になろう、いい人になろうとして抑え込んだ感情がなくならないってことなんです。その感情は通常はね、流れる水のようなものです。怒りがやってきて怒りを感じて怒りを表現する、怒りを生きる、そうすると過ぎ去っていきます。そうすると今度はね、笑いが来たりもします。でその笑いもちゃんと感じて表現するとまた過ぎ去っていく。今度は悲しみが来たりする、悲しみを感じて泣いて表現するとまたそれも過ぎ去る。赤ちゃんはね、多分そんな感じで、今泣いてたと思ったら笑って、笑ってたと思ったら怒って、でも次から次に瞬間瞬間を生きていて、一瞬前のことなんかはもう全然取られてない。だからあんなにも元気で、あんなにも生き生きとしているんですね。だけども私たちは成長するにつれていろんな感情を抑え込んでいい子になろうとします、いい人になろうとします。その時に抑え込んだ感情は流れる水のようなエネルギーだったものが氷の塊のようになってね、体の中に蓄積されてしまいます。さっきのね、光の玉、本当の自分に戻るとですね、光の玉の上に怒りを抑え込むと、怒りが凍りついたエネルギーとしてね、こうね、手のひらぐらいの大きさのが光の玉に張り付く、そんな感じです。恐怖を抑え込んだら恐怖が張り付く。他にもいろんな感情ありますよね。不安とか嫉妬とか恨みとか、いろんな感情を抑え込むとね、それが光の玉に張り付きます。そうすると光の玉のいろんな面が、もうあらゆる面が感情に覆い隠されてしまいます。そうすると、もともとは光の玉だったとは思えないような、まるでね、泥団子のような状態になってしまったりします。そう。なのでね、人はね、生まれた時はあんなにも純粋で無垢な赤ちゃんだったのに、20年、30年、40年経つとね、平気で人を騙したり、あるいは平気で人のものを奪ったりとか、もっとなるとね、人を殺してしまったりとか、そんな風になってしまうこともあります。だけど
どんなになったとしても、それは光の玉の上に覆いかぶさったいろんな傷とか感情とか、信じ込みのせいなんですね。でもその中には光の玉があって、その光の玉は決してなくならないんです。だけども表面だけしか見れないとね、本当にもうひどいやつでどうしようもないみたいに思えてしまいます。あとね、いい子になろうとして感情を抑え込んだ結果、何が起こるかというとね、いろんな感情によっていっぱいいっぱいになるとね、例えば怒りでいっぱいいっぱいになると、怒りを制御できなくなってね、もうなんかこうことあるごとに爆発してしまって、暴言を吐いてしまったり、あるいは暴力を振るってしまったりとかね、そんな風になったりもするし、恐怖とか不安とかで大変になると鬱になったりもします。外に出れなくなったり、そんな風にもなってしまいます。でもこれもね、世の中では病気扱いされてしまったりもするんですけども、全然病気ではないんですね。単に感情あまりにもいっぱい溜め込んでしまった結果そうなっているだけです。あともう一つ、感情を抑え込んだことによる弊害としてよくあるのがね、ネガティブな引き寄せの法則です。まあこれはね、どういうことかというと、怒りをたくさん溜め込んでいる人は怒りを感じさせる人を引き寄せるんです。なぜか来ちゃうんですね。そして引き寄せられた人は怒りを感じさせることをしたくなるんです。そうすると怒りをたくさん溜め込んでいる人はですね、相手がしたことに対する怒りと自分の中にたくさん溜め込んだ怒りの両方を同時に感じます。なのですごく怒りを感じます。まあ昔ね、自分なんか本当ね、こう大変だったんですけど、本当にもうなんてやつだって、おめえなんか叩き切ってやるみたいな、いやそんな激しい怒りをね感じていました。でも人間普通ね、自分の中は見えないんでね、自分が感じている怒りは全部相手のせいだって思ってました。あいつがこんなにひどいやつだから俺はこんなにもね叩き切ってやりたいぐらいの怒りを感じるんだって思ってました。でも、ね、今の世の中そんなことしたらね、自分が捕まって苦しい目に遭うだけですからね、そんなことはできないけど一生懸命抑え込む、その抑え込む怒りが大変でね、まあ、体が壊れて死にかけたような状態でした。で、まあこのね、怒りをたくさん抑えてると怒りを感じさせる人を引き寄せて、で引き寄せられてる人は怒らせるようなことをしたくなる、これはお互いにねエネルギーで引き寄せ合ってるんです。でこれはいじめっ子といじめられっ子の問題でも起こっていることです。どっちか片方だけが悪いという問題じゃないんですね。お互いが、パズルとパズルのピースがねぴったりはまるようにね、デコとボコがぴったりはまるように引き寄せ合っているんです。だけども通常そのことはわからないんでね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、なんで自分だけこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、そんなふうに思ってしまったりもします。そして恐怖をたくさん溜め込んでいる人はね、恐怖を感じさせる人を引き寄せたり、そういう出来事が起こったり、当時、私はね派遣で働いてたんですけど、なぜか自分だけなんかこうそのねポストを、なくなったりとか、なんかこう恐怖を感じさせる目に遭うんですね。なんで自分だけって本当によく思ってました。で、そしてまあ体が壊れて、死にかけて時、まあ、ね、人生なんかこんなものもう死んでもいいって思っていたんですけど、本当にねどんなに頑張ってもなんかねムカつくことは次から次に起こるし、自分だけ理不尽な目に遭うし、もう死んでもいいと思っていたんですけど、でも一つだけ思ったのは、
このまま死んだら来世はきっともっと大になる。ということがね、なんかこう心の奥からこう聞こえるんですよね。で、せめてなんでこんな風になったのか、その原因だけでも知りたい。そんな風にね、思って答えを探していろんなところに来ました。そして、普通に食べていてもどんどん痩せてってね、もうなんかもう近いうちこの体も動かなくなるなって、もう死んじゃうなって、もうそれなそれで仕方ない、仕方がないなって、そんな風に覚悟した時に出会ったのがサトルボディヒーリングでした。そして、半年間、クライアントとして、各週でねセッションに通いました。そして半年経った時、ちょうどね当時毎年7月サトルボディヒーリングのトレーニングのスタートの時期でした。でトレーニングに入ってね、トレーニングに入って3日間のトレーニングに最初参加しました。その時に体験したのは、感情というのがエネルギーで、でね体の中に溜まっている。で感情どこにあるのか、どんな色なのか、どんな形なのか、どんな感触なのか、どんな温度なのか、どんな重さなのか、そういったのを感じれるようになりました。そしてその感情をハートで受け入れてあげると、だんだんね柔らかくなってきて、色も薄くなってきて溶けて消えていくっていうのを体験したんですね。で当時私はね本当にこう毎日毎日恐怖で大変で震えながら生きてました。なのでね、そして、結構な頻繁にね怒りを感じさせる人がもう来てました。なので、毎日毎日ね仕事終わって家に帰ったら怒りとか恐怖を、自分の中どこにあるかな、あここにあったなって、それをハートで受け入れて、で癒すっていうのをやってました。もう本当にね恐怖で大変だったんでね、もう寝れないぐらい大変だったんで、本当にもう寝る間も惜しんでというかね、そんな感じでヒーリングしてました。で、ヒーリングしていて、現実がどういうふうに変わったかというとですね、本当にこうねもう叩き切ってやるっていうぐらいな怒りを感じさせる人が、同じ人がねやってきて同じようなことを言うんです。でも自分の中の怒りがだんだん癒されてきた時どうなったかというと、叩き切ってやる、そんな怒りを感じてた人が、ああなんだよくらい、まあムカつくけどでもだからどうするってまではいかない、まあなんかそんな感じになってきて、でもっと癒されると、相変わらずその人はねなんかこう言ってくるんですけども、なんかね以前は自分のぐさぐさこう刺さってたり、なんかこう弾が飛んできて、ね、自分に当たってる、だからもう怒りがガーンって出るみたいな感じだったのが、相手の人が言うことがなんかねこう下手な鉄砲みたいな感じ、なんかこう自分の左を通り抜けたり頭上を通り抜けたり、なんか、ね、足の間通り抜けたり、そんな感じで、なんか言ってることはわかるし言葉もわかるんだけど全然自分に当たらないんですよね。でそんな風にしてただただなんかこう空っぽでね、ただただそのまま相手を見て聞いていると、おいおめえみたいな感じで言ってた人がね、急にあのさあれなんだけどさっていう感じにね変わったりして、えってびっくりしたこともありました。あと別の人のパターンなんですけども、その人は自分の中の怒りがねどんどん癒されていったらどうなったかというと、それまでは目の前に来て直接こうまあ言いがかりって言っちゃなんですけど、まあそういうことをね言ってきてて、まあどっちかというと自分派遣だったんで俺は社員だみたいな感じで言ってきてた人が、自分の中の怒りが癒されたらどうなったかというと、なんか向こうの方で広い工場だったんでね20メートルぐらいとか離れたところでね、なんかこうこっちに
聞こえるようになんか言ってるんですよ。でもなんかこうね、全然もう別にそういうことを言われたとしても全然自分は腹も立たない。でなんかこう逆にね、あ、マキーの遠吠えてんだみたいな、うん、なんかちょっと笑いもあり、でもちょっとなんかかわいそうにみたいな、そんな感じにもなりました。であともっと驚いたことはですね、当時自分は無線機を作ってる会社で、派遣なのに品質保証部の検査のね、部署のリーダーをなんかどうなんか変な、なんでかわかんないんですけどリーダーをさせられてました。で、物を作っている製造部の人たちの検査をしなきゃいけないんですね。で検査のリーダー3人いたんですけども、ちょうどね年が同じあるいは1個上ぐらいな人たちでした。で3人のうち2人は仲良かったんですけど、1人の人がね本当になんかこう最初から何にもしてないのに目の敵にされてですね、挨拶してもなんかこうシカトされたり、なんかこうイチャモンをこうつけられたりみたいな人がいたんですね。でまあもうねその時はもうねしょうがないと思って自分の中をこう皮肉してたんですけど、ある日ちょっと自分が困った状況になった時、で、ね、その困った状況になったんで教授になんとかしなきゃいけない、ことがあった時にね、こう残業してなんとかできるかなどうかなみたいな感じでこうちょっと困ったって言ってもね、まあできなきゃできないでしょうがないなっていう思いもあったんで、そんなには困ってなかったんですけど、その時にそのね目の敵にしてた人が来て、おいどうしたんだとかって来るわけですよ。でこっちとしてはね、おいなんだなんだ、もう邪魔しないでくれみたいなね、また言いがかりかみたいな、そんな感じだったんですけど、まあでもねどうしたんだって聞かれたんでね、これこれこれちょっと困ったことがありましてって、いう説明をして、おおそうかって、でその人はあのね現場の製造の現場のリーダー、まあ年がね当時42、3、なのでね20年ぐらいもう現場経験やってきてリーダーになる仕事ができる人なんですよね。なので状況を知ってて、おおこれどうだみたいな、こういろいろねこう提案してくれるんですよ。でまあちょっとねあのいろいろこうね職務上の秘密とかもあってここでは詳しく話せないんですけどね、まあいろいろ提案してくる。だけどもなんかちょっとこうね、あそれだとうまくいかないみたいな状況があって、うん、でもなんかいろいろこうアドバイスしてくれて、で結局はなんかねなんかそのうまいこといく策が見つからず、もうしょうがないですねって言ってる時になんかその人がねなんか設計の人に電話してくれて、でなんかこうね設計の人がもうね、その人の言う通りにこう動いてくれて、私はなんか翌日の仕事がねうまくいったっていうことがありました。でなんかすごいねこうなんであんなに目の敵にして挨拶すらもしてくれない人がなんでそんなに親切になったんだろうってすごく驚いたんですね。でもなんて言うんですか、その日以来その人とすごく仲良くなって、でその後何年かして自分はちょっとね、その派遣先の下請けの会社の方に手伝いに行ったりとかも3ヶ月した時があったんですけども、そこにもは彼の担当の、ところだったんでね、ちょくちょくこう来てたんですね彼が。でその時にこうね、まあ私はね単なる派遣でね、でそこの関連会社の一社員みたいな、一派遣社員みたいな感じで働いてるんで、その人は全然関係ないんですけどね、なんかわざわざ来てくれて、おお元気かみたいな感じでね、来てくれてね、なんかいろいろこう話す仲になって、でまた私がまた別の部署行った時にもね、なんかこう顔見たらこうなんかこう話すみたいなね、そんな仲いい感じになってっていうこともありました。でいずれも相手に対しては確か何にもしてないんですね。ただただ自分の中の感情、怒りとか恐怖とかね、そういったのを癒してただけです。なのに、ある人は直接来なくなって負けの遠吠えになったり、である人はね
おいみたいな感じが普通の話し方になったり、でそれ以来なんかもうそんな横着な話し方してこなくなったりね、であと、ね、目の敵にしてた人と仲良くなったりした時に、ああって思ったのが、現実っていうのは自分の中のエネルギーが映し出された映画みたいなものだって。でもそのことをしてなかった自分は、相手がこの人がこんなことをするから自分はこんなにムカつく、この人がこういうことをしなくなれば自分は平和になると思ってました。でも相手を変えることってできないですよね。まあね、相手は社員、自分は派遣だとすると言うこともできない、それで苦しい、あるいはもし言ったとしても相手はもっと怒りで来ればこっちももっと怒りで、どうにもならない、そんな状況だったんですね。でも自分の中の怒りを癒していったら相手が勝手に変わる。だから自分の中のエネルギーがフィルムで、現実っていうのはスクリーンに映し出された映像のようなものだ。なんかね、そういうふうなことだったっていうのをなんかこう発見したっていうか、思い出した、そんな感じでした。そして、それはね、他の状況でも全部そうでしたね。そして、トレーニング卒業した時、自分はそれまでねずっと自分を癒してきたんですけども、卒業した時人も癒せるようになってたんですね。でその時にどう思ったかというと、自分はね、この世の中どうなってるか分かんなくて、で感情っていうのはどうやって癒したらいいのか分かんなくて、すごく苦しんだ、本当にね、こう死ぬぐらい苦しんだ。ですごい答えを探した、でもなかなか見つからなかった。本当ね、二十歳の頃からね、ずっと自分はね、この苦しみから逃れたくて探してたんだけど、なかなか見つからない、トラウマを追体験させるものあっても、出てきた傷、感情、怒りとか恐怖ね、これどうしたらいいんですか、っていう、なんかやればやるほど苦しくなるものしかなかった。そういうのを経験して癒せるようになった。そして人も癒せるようになった時、思ったのは、ああ世の中にはまだまだね、自分と同じように苦しんでいる人がいるかもしれない、そして答えを探している人がいるかもしれない、そういう人の力になりたい、そう思ってね、そういう人たちにね届いたらいいなっていう思いでブログを書いてきました。そして、ね、そういう人たちから申し込みがあったら、ぜひね、そういう苦しみから自由になってね、愛とか喜びとか自信とか、そういったエネルギーに満たされて、幸せになってもらいたい、そんな思いでね、セッションを提供してきました。うん、で、サトルボディヒーリングは悩みや苦しみや問題を変えるものではなくて、悩み苦しみ問題の原因の傷、感情、間違った信じ込み、そういったものを癒すことで本当の自分に戻るためのものです。結果、悩み苦しみ問題っていうのは解けて消えていく、これをサトルボディヒーリングで提供しているんですが、実際のセッションでね、どういうことをやるかというと、現実に起こっているね、悩みとか苦しみとか問題、そうですね、怒りとか恐怖とか不安とか恐れ、そういったことを感じさせる状況について話していただきます。ね、それ全然難しいことじゃないんですね。もう本当ね、友達に「ねえねえ聞いてよ」って、今日さ職場でさ、こういう人がさ、こんなことしてさ、こんなにムカついたんだよねとかね、なんか職場で、こういうことが起こってすごいこう不安なんだよとか、恐怖を感じるんだよみたいな、そんな風にね、こう出来事をこう思い出して、今それを目の前にね起こっていると思って、でこう どんなことが起こって どんな感じなのかっていうのを話していただきたいんです。そうすると、原因のねフィルムの感情がね、あなたの中でありありとこうね浮かび上がってくるんです。そうすると私はその話を聞きながら、話の内容にもそのエネルギーを感じてます。そうすると、例えば第二チャクラのところにね、なんかすごく重い硬い黒いエネルギーがあってね、それがこうこんな風に影響しているとか感じることができます。
でそれをこうお伝えします。でそれが、まあ簡単なねエネルギーリーディングっていうんですけどね。そして、そういうふうにからくりを簡単に説明して、あとは、対面の場合にはマッサージテーブルに横になっていただいて、体に軽く触れながらねエネルギーをもっと詳細に感じていって、で一つ一つのエネルギーがどんな感じなのか、どんなに影響しているのかを説明しながら、そして一緒に感じながらそれをヒーリングしていきます。遠隔の場合には、まあご自宅とか、あるいはねご自宅がくつろげない場合はどこかのね、レンタルスペースとか、貸し会議必要なところで受けていただくんですけど、ね、その場合は座っていただいて、で電話とか、電話とかスカイプで話しながら一緒にこうエネルギーに触れて癒していきます、うん、で、そのね話をしていただくときに、悪い例を一つ話しておきたいと思います。それは、ちゃんと伝えなきゃと思って、ニュースキャスターのようになる人がたまにいます。とってもこうね理路整然と、分かりやすく説明してくれるんですけども、他人事になっちゃうんですね。ニュースキャスターっていうのはそうですよね。どこどこでいついつ、いついつどこどこでこんな事件がありましたっていうのを分かりやすく伝えてくれるのはいいんですが、当事者じゃないのでね、なんか感情っていうのは抜け落ちちゃってるんですよね。そうなってしまうと話の内容は分かるんですが、その出来事の原因の感情っていうのが内側に隠されたままなんです。そうするとヒーリングっていうのはうまくいきません。なので理路整然と話そうとする必要はないです。もう逆に言うと話があんまりねこう支離滅裂よく分かんなくったりしてもいいんです。でもその時にもうどんなに自分がこんなにこう大変だとかいうのがこうね伝わってくる、あるいは感情が中からねもう活性化する。そうですよね。友達にこうねムカついたことが友達に聞いてくれよみたいに言う時ってもうなんかそのそれは目の前に起こってるような感じでなんか自分の中にこうカカカカ浮かび上がってきますよね。そこが欲しいんですよ。そんな感じに話していただくととっても効果的なヒーリングになります。ちょっとね、長くなってしまいましたが、ヒーリングとは何かという説明をこれで終わりたいと思います。そしてね、ぜひねこういろんな傷や感情を信じ込み癒して本当の自分に戻っていきたい、結果悩み苦しみ問題がない、そしてね愛とか喜びという豊かさに満ちた人生を想像していきたいという方にはね、ぜひね、対面あるいは遠隔のヒーリングでねお会いして、そして本当の自分に戻る旅をご一緒させていただければと思います。では今日は聞いていただきどうもありがとうございました。安坊でした。